させないわ。鬼切部千葉党が鬼切役、千葉うずきが千葉妙見流にてお相手いたす。ほう、ゆめりさん、
事の血を飲んで。ケイちゃん、鬼切りの娘よ、一応礼を言っておくぞ。お主の一撃が契機となり、私は表返ることができた。礼と言ってはなんだが、お主がそのままキリスを返し振り向かずにこの場よりいれば、私は何も危害を加えないと受け負う。ケイさんを連れて行ってもよいのなら、その条件を飲むことにやぶさかではないが、どうせ交渉決裂だろう。もとより人にあだなす鬼と取引する気などない。人の身で私と戦おうとは片腹痛い。私を封じたのも鬼だった。お主ら人の使わした鬼切りなど片手も使わずひねりつぶしたわ。私の仇は奴ではなくお前だったんだな。奴とはある種の縁が結ばれてしまったので、切り合いはやりにくいとは思っていたんだよ。特に K さんの前ではね。だが奴から体を奪っては人を喰らい、
私が兄を斬る要因を作ったのはお前だ。主、お前が相手なら最後の迷いを捨てて斬れる。ケイさん、自分の業は自分で背負うしかない。だけど、あなたが良いと言うのなら、ほんの少しの間でも私を支えていてほしい。業の重さに崩れそうな私を、あなたのその手で支えてほしい。千葉妙見流。Huh.